ミキ楽器株式会社は、楽器販売と音楽関連事業を営む日本の企業。大阪市中央区に本社、本店があり、大阪、関西を中心に展開している。楽器、楽譜の販売や音楽教室の運営をはじめとした音楽、楽器関連事業を行う。創業が1825年と歴史が長く、表明している限りでは、日本最古の楽器店である。 楽器店を大阪市都心部に10店舗、音楽教室を関西圏に44会場展開しているほか、音楽イベントの企画制作、防音、音響工事、ピアノ調律など、関連事業も幅広く手がけている。産経新聞社と共催している、高校、中学校系音楽系、クラブコンテスト、スニーカーエイジは1979年から開催され、 近畿地区を中心に130校以上の系、音楽系クラブが参加する大規模な大会となっている。また2011年12月にはこのコンテストをモデルにした小説が光際堂出版より観光。2012年11月にはドラマが3テレビ他各局で放送された。2013年11月に俳優、桐谷健太の初主演、CD デビューで話題を呼んだ。 関西テレビ開局55周年記念ドラマ、ま大お山美やまびこ音楽堂公開もこのコンテストを題材としている。本店である、震災橋店は、震災橋筋商店街内、震災橋駅すぐの一等地に1969年に建てられ、ほぼ当時のまま残っている、老舗の楽器店である。地上4階地下2階、合計6フロアすべてが楽器で埋め尽くされ、 国内最大級の大型楽器店といえる。現行の店舗はすべて大阪市の中心部に集中して出店しており、近年はギタードラムピアノ DJ、管楽器と各楽器の専門店展開も積極的に進めている。詳細は公式サイト、拠点一覧を参照。幼児、小学生を中心にピアノエレクトーンなどのレッスンを 手掛けるヤマハ音楽教室38会場、サックスバイオリンなどの還元楽器やギタードラムコーラスをはじめあらゆるコースを網羅する大人のための音楽教室、ミキミュージックサロン5会場、専門家のためのエキスパートコースを展開する改正館1会場の合計44会場で音楽教室を展開している。ヤマハ音楽教室は大阪府下の住宅地を中心に、 ミキミュージックサロンは、梅田、南波、新西橋、三宮をはじめとした都心のターミナル駅に集中して出展している。詳細は公式サイト、拠点一覧を参照。ありがとうございます。